はい、皆さんこんにちは、吉野リマサです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今チャンネル登録者がですね、124人だったり5人だったり、なんかそんな具合でございます。今現在ですね、この、撮影している時と動画を、この動画を配信している日はね、別の日だと思うんで、あとちょっとね、数字の変化があるかもしれませんが、150人目指して頑張っております。小さな目標ですけれどもね。はい、まあ、ゆくゆくは1万人とかね、頑張っていきたいなと思っておりますけども、あと20何人かで150人達成と。いう形でございます。はい。ということで、今日は英単語ですね。今日の英単語はこちらですね。ファームですね。ファーム。F-A-R-M。ファーム。はい。意味はですね。よいしょ。農場とかですね。農園とかですね。そういった意味ですね。あ、農場とか農園ですね。ファーム。ファーム。うちの英会話教室でもですね、なんとかファームっていうのが出て、ファームってどういう意味ですかって聞いたら、なんか、そういう意味、農場っていうかまあ、うん、なんかそんなような意味のことはね、言ってたんですけどね、ちょっといまいちピンとこなかったんですけどね、ファームは農場、農園ですね。はい。ファーム、これはもう、まあこれで覚えてもらうしかないですね。ファームは、でもなんかファームってなんとなくやっぱ日本でもよくでもないですけど、使う感じなんで、まあ、なんとなく覚えるしかないですかね。なんとか、ファーム。語呂合わせもないからな。ファームは農場と覚えましょう。はい。私も頑張ります。はい。ということで、今日の英単語はですね、F-A-R-M のファームですね。ファームでございました。ありがとうございます。